もしですね、そういった今のお支払い的に難しいということであれば、私も定石にですね、立ち会って承認が下りれば、遅延損害金をお止めしまして、45万円のね、和解金で丸く納められる契約ができますので。290万を払わなければいけない。それが、和解金45万円で済むっていうことですか？もうこれ以上ラジ開かないじゃないですか。こんだけ意見がね、食い違って平行線たどるのも、ラジが開かないんで。はい。45万円の和解金で、丸く納められるような契約ができますので。じゃあ290万円はどうなるんですか、それ？まあ難しいっていうか別に払う義務がないと思ってるだけなんですけども、はい。